ミニフレット・マーガレット・ナイツは英国の画家である。代表作は現在ニュージーランド国立博物館でパパ・トンガレワにあるザ・マリジアット・ケーナ、カナノ・コンエンと現在テート・ギャラリーが所蔵しているローマ小学金の受賞作ザ・デリュージュ、大洪水などである。ナイツのスタイルはイタリアのクアトロチェントの影響を強く受け、1920年代に モダニズムのスタイルの要素を残しつつも、宗教イメージの復活に参加した、英国人アーティストの一人だった。ナイツに似たスタイルの画家として、ベン・ニコルソン、スタンリー・スペンサー、エドワード・アズワースらがいた。1899年6月5日に、南ロンドンのストリーサム郊外に生まれた。1912年から、ダリッチのジェームズ・アレンジョ学校に通った。 ヘンリー・トンクスとフレデリック・ブラウンの指導の下、1915から17年にスレード美術学校で、1918から20年に、再び正式な美術教育を受けた。第一次世界大戦中、1917年1月に、ナイツはロンドン・シルバータウンでの鳥にトロトルエン爆発を目の当たりにして、心に傷を負った。それにより休学して、 ウスターシャー州の父親のいとこの農場に避難することになった。戦争が終結してスレード港に戻るとナイツは戦争と平和、都市と田舎、そして男性と女性の社会的地位などの個人的なテーマに取り組むようになった。1919 19年、ナイツはリービング・ザ・ミューニションズ・ワークスを描き、ミルハンズ・オン・ストライクでスレード・サマー・コンポジション賞を受賞した。 翌年、ナイツは高い評価を得た絵画ザ・デリュージュ、大洪水によって、ブリティッシュ・スクール・アット・ローマの奨学金を受賞した、イングランドで最初の女性となった。1920年、ナイツは仲間の学生アーノルド・メイソンとイタリアに引っ越し、ローマの南にある小さな村アンティーコリ・コンラードに住むようになった。1922年、デート・ギャラリーは、 ナイツの作品イタリアンランドスケープを購入した。ザ・マリジアット・ケーナ彼女は1920年から1925年までローマにいたが、メイソンとの関係が終わると、同じくブリティッシュスクールアット・ローマの小学生であった、ウォルター・トーマス・モニントンと1924年4月23日に結婚した。ローマでの最初の主要な作品ザ・マリジアット系な・ケーナ。 カナの公演は1923年に完成した。テートギャラリーは絵を拒否し、ニュージーランド国立博物館でパパトンガレワが購入した。ナイツは1926から27年にスレードに戻り、ケンジントンの帝国ギャラリーとデュビーンギャラリーの両方で展示を行った。1928から33年。 ナイツはカンタベリー大聖堂のミルナー記念礼拝堂のために祭壇画シーンズフロムザ・ライフ・オブ・ストリート・マーチン・オブ・ツアーズを作成した。1929年にナイツは職業画家の協会ニュー・イングリッシュアート・クラブに選出されたが協会の展示には参加しなかった。1933年ステファン・コートールドズマ・バージニアは王室所有地 エルサム・パレスの貸借権を買い上げると、ナイツとモニントンに、スウェーデンのインテリアデザイナーであるロルフ・エングストローマ、とイタリアのデコレーターであるピーター・マラクリーダ公爵と協力して、建物の内装の装飾に取り組むよう委託した。ナイツは1947年に、ロンドンで脳腫瘍により47歳で死亡した。ウィニフレットナイツの最初の大規模な開顧店は、 2016年6月から9月にかけてダリッチピクチャーギャラリーで開催された。ローマ奨学金受給者は油絵かテンペラで 6X5 フィートのノアの洪水の場面を描く課題を課されていた。7月5日から開始して8週間で完成させる必要があった。10人の審査員のパネルにはジョージ・クラウゼン、ジョーン・シンガー・サージェント、フィリップ・ウィルソン・スティーや デイビッド・ヤング・キャメロンがいた。ザ・デリュージュ・ナイツの大洪水の絵には、箱舟に動物を積み込んでいるノアと家族の前景など、いくつかのバージョンを経て完成した。しかし、時間が足りなくなったために、ナイツは上昇する水から高台に握る人々の実を描いて、構成を簡素化することを余儀なくされた。そのためノアの箱舟は、画面右奥に見ることができる。 赤ん坊を運ぶ中央の人物のモデルは、ナイツの母親で、パートナーであったアーノルド・メイソンは、彼女の横の男性と丘の上を歩く男性のモデルとなった。自分自身をモデルとして、全部の中央右の人物を描いた。洪水の水は、クラパムコモンの水をヒントにした。ザ・デリュージュ、大洪水は1925年のパリ、万国博覧会のブリティッシュパビリオンに展示された。 ナイツは独特のドレスで知られていた。19世紀のイタリアの農夫の衣装を様式化したもので、足首の長さの短いスカート、平らなボタン付きブラウス、広い黒い帽子、サンゴのネックレス、イヤリングが特徴だった。ザ・デリュージュ、大洪水、ザ・マリチジアット・ケーナ、カナの婚源などのナイツの絵には自画像が含まれている。ザ・デリュージュ、大洪水の前景部に自身がいるほか、 ザ・マリチ・アット・ケーナ・カナの婚宴では、テーブルの左手側の3番目に座っている人物が、ナイツである。両方の絵画でナイツは独特の衣装を着用している。ありがとうございます。